沖縄県の王朝知事は、県庁で年頭の挨拶を行い、今年もアメリカ軍普天間基地、名護市辺野古への移設阻止を県政の最優、課題とする考えを示しました。沖縄の王朝知事は、4日、庁内放送を、じて、院向けに年頭の挨拶を行い、メリ軍の大型ヘリコプターの窓が障害、ノグウンドに落下した事故やアメリカのの、運転による死亡事故に触れ、県民の安、安心を脅かす状況が今なお続いており、沖縄の過重な基地負担の軽減には程遠、状況にあると述べました。その上で、政府が進める普天間基地の、守る一部、古江の移設について、県民の理解ら内新基地建設を進めることは、大に揺るれない。今後とも辺野古に新基地を作せない、と県政の柱とし、あがたが有する、だゆる法を用いて取り組むと述べ、都市も、説の阻止を県政の最優先課題と、る考えを示しました。また王朝知事、国的にも深刻な子供の貧困問題へ、対、や、長寿県復活に向けた取り組み、と、も力を入れていく考えを示しました。